彼女は成婚計画の鍵というだけではなく、ある意味でその起源なんですか。つまり彼女は誰よりも慣れている遊び方を選んだ。それに成婚計画を利用してチートすることもできるんですね。選手でもあり審判でもある。彼女が決めたルールの中では何をしても無駄です。おそらくプロメテウスは間違っていません。リツシャコアの構築形式を変えればブローニはバンを覆すことができます。でもそれをするには今までにないようなきっかけが必要です。そうでした。この空間では成婚計画の力と互角に戦えません。さあ、バンを覆す本当のチャンスを作り出すために、ブローニャは負けを認めます。やっぱり失敗したの？私も彼女もブローニャも。